晴れて今日は良かったですね。足回りいいですか。雪を描いていただいてました。うん、それもそうだね。猫柳ですね。もう春だ。そう、これが近くていいよ。これが近くて、ほら。と、入るかな。この、サルオガセみたいなのがいいじゃないですか。この地衣類が。うん。はい、丘の中段まで行きました。先ほど見た桜の木のトベースがずっとついてる。こっちの方向へ参ります。トレース全くありません。はい、カニ缶をバックにナイスショットですね。はい、じゃあ休憩しましょう。天然のテント深いですね。スキー場が来たから逃げちゃったかな。これがこのピリカの丘のブナダイオ守り神ですね。そうでもないけどもね、しょっぱいやつは本当しょっぱい、これを皆さんに食べてか舐めていただこうと思ってここ来たわけじゃなくてたまたまあったんでお話してますけど、舐めてもらってますけど、ここがあの分水嶺で一番低いとこですね。このシナノキはあの枝ぶりがすごく分かりやすい枝ぶりしてますよ。いっぱいこう枝が出ててしなってるからしなっていうわけではないんだけども、みんな少しずつずれて日光に当たるように枝ぶりになってます。そうでしょ。はい、ずっと歩いてきました、ね、我々の足跡だけですよ。はい、ここからこの丘から降りていったところで食事します。また自分の新しいトレースつけながら降りていってください。そうですね、これ色はもうこれで出来上がってきます。
的なのとピンクっぽいのね。きつめでもね、きつめつけますみたいな。なみやすいんだけど、で、同じ活的でもすごいね。真っ白っていう。やりやすい。できたら素敵なんですけどね、やっぱ同じしとかするのが高いですよね。プロの手先が違うね。何千個とかね、何千個作ってるって言ったら1個までがないけど、何百個ですよね。でも1個として自分の思いになったら、何千個でき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 たら、何千個やってるとね、最後にその地図が出てくるとね、疲れするんだわ。だから、もらっていってください。だいぶ出来上がってきました。ダラダラでしょ。今仕上げですね。なっていくの、あのこれ、ね、前からね。この方も。これをね、また磨くんですけどね。これをこうそっちに入れてください。だってこれをね、いただけないんですよ。やると丸くなりますから。はい、そしてやってください。はい、はい、どうですか。割れることはないんですけども、こういう感じから、はい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 、ああいい感じだ、はいはい、完成しましたね、やったー、はい、でちょっと今近づくから顔のアップはしないから大丈夫、はいはい、ああ上手、おおいい形、ちょっと、はい。もう一個一個違うんだよね、これね。うん。OK。これはまた素晴らしい、光ってる。またかっこいい形。はい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 。こういう形だな。はい。はい。あ、これまた模様がいいですね。いい感じですな。ここ窓から見ますと、右手に小さな小高い丘があります。この丘全体がピリカ遺跡と申しまして、今から1万年から2万年前に残された遺跡、旧石器時代の、旧石器時代の人が生活した跡がずっとこの丘に広がっているわけです。尻部市と尻部川です。それずっと日本海に注いでいく川です。それに対しまして、こちら東側のこの川はクンヌイ川、これはずっと太平洋に注ぐ川です。ですからこのちょうど、山際稜線が分水嶺ということになります。ピリカ遺跡はこのように、まあ、日本海側と太平洋側のちょうど境目の分水嶺に立地している、非常に山奥の遺跡ということになります。テロギンという系統の遺跡もあります。それが神の国と今金町の神岡とお茶の水の丘です。この遺跡3箇所は当時何年前に東北地方で流行していた内部っていう、こういう形をした石器が、まあ、流行しています。こちらにも目の音とか鉄眼がこちらも出てます。やっぱりこういう流通が相当ちょっとしか考えられない。縄文時代ならまだ分かるんですけど、旧石器時代でこれだけ広い範囲に交流があるとは驚きだと。で、労働地域に遺跡が多いというのは、つまりこの黒曜石の産地が